泉観光バス株式会社は日本のバス事業者である。新潟県五泉市に本社を置く。五泉市を中心とした新潟県内を主な営業エリアとし、三社の事業会社を有する。旅客運送事業と貨物運送事業を運営している。乗り合いバス事業においては、グループ会社の IK アライアンスと合わせ、東京を発着する高速乗り合いバスや新潟市と東下。 長市を結ぶ県内高速バスのほか、五泉市や新潟市や木白、南区、北区でコミュニティバスの運行を行っている。貸切バス事業においては、従来の営業エリアに加え、成田国際空港に近い千葉県富里市に関東営業所を置き、さらに東京都八王子市に東京営業所を置いて、首都圏での観光輸送と営業活動を強化している。 本社営業所は2008年9月にグリーン経営認証を新潟県のバス事業としては初めて取得。2011年より始まった貸し切りバス事業安全性評価認定制度では有料事業所申請が第1回審査で基準通過一つ生事業所として全国3番が目の認証番号を取得。新潟県、千葉県では グリーン経営に次県内発事業所となり、安全性評価認定では最高ランクの三つ星を獲得した。1980年9月、有限会社、関塚運送として設立。軽トラック三台で起業し、市内周辺の物資輸送を主たる事業とした。事業拡大により1992年、株式会社丸ゴ急送を設立した。 1999年、泉観光バス株式会社を設立。道路運送法第4条許可による、一般貸し切自動車運送事業の事業免許を取得、小型バス3台で、貸切バス事業を開始した。2002年に、五線市から保育園、幼稚園通園用の貸切輸送を受託したのを、川切りに、現在も五線市、新潟市をはじめ周辺各地の小学校、 中学校、高等学校の通学輸送を受託している。開業当初から全県での事業展開を構想しており、2003年には長岡市に長岡中央観光株式会社を設立。さらに2005年には中間原郡亀田町に本社を置く新潟国土観光株式会社をグループ参加に加えて事業規模の拡大を図った。 加えて2007年には、首都圏進出を進め、千葉県富里市に、関東営業所を開設した。2008年9月、一般乗り合い旅客自動車運送事業の事業免許を取得し、同年から5000市、コミュニティバスの2009年度からは、新潟市秋白で運行されている、コミュニティバス、区バスの運行受託を開始した。また2010年には、 一般常用旅客自動車運送事業の事業免許を取得し、安心タクシーの愛称で4月下旬から運行を行っている。2016年5月1日より、IK アライアンスが、新潟市北区商品地区の住民バス、オラッテのバスの運行を受託。旅行代理店、アップオンが主催する、ツアーバスネットワークの一部路線の運行を担当していたが、2013年8月の、 新高速乗り合いバス制度施行に伴い、そのまま高速乗り合いバスに行した。この他、大阪府の中央交通バスも同ブランドで高速バスを運行している。いずれの路線も IK アライアンスが担当。決済は現金の他にスイカなどの交通系 IC カード、新潟県内共通高速バスカードが使用できる。当社のタクシー事業部で行う。ワゴン、 中型、小型合わせて25台で営業する。また、新潟空港、成田空港、羽田空港への乗り合いタクシーも運行。ありがとうございます。